材料の強度あるいは強さとは、その材料が持つ変形や破壊に対する抵抗力を指す。古くから経験的に把握されていた材料における強度の概念について、最初に定量化を試みたのは、レオナルド・ダ・ヴィンチであるが、彼の個人的なノートでの記述に限られていた。一般に公開された書物としては1638年に出版されたガリレオ・ガリレイの 新科学対話における記述が最初である。18世紀に入ると引っ張り試験や曲げ試験など様々な強度試験の方法が確立し、ステファン・ティモシェンコの確立した材料力学の考え方とともに建築分野や機械、設計分野の基礎を支えていると一般のエンジニアには思われている。しかしながら、戦場の最前線のごとく破損した材料の束を築く領域や、 永久には持たないならその寿命を工学的に管理するなど分野においては、破壊力学的考え方を採用することも重要で、一般の人々の感覚に還元すると強度と人生のバランスポイントがありそこが最も強度が高いという認識になる。強度を表す指標は様々であり、材料の変形挙動の種類によって、一家のように用語を使い分ける。一般に、 光の強度と呼ばれるものとして、高度と放射強度がある。どちらの意味で使われているかは、状況によって異なる。機械工学辞典日本機械学会、丸前2007年、第2版868ページ。ISBN 978から4から888980838。東郷慶一郎、材料強度解析学、基礎から、 複合材料の強度解析までない、太郎鶴穂、2004年、第一版、1ページ。ISBN4 から753651320。ありがとうございます。